QF3 インチ 20CWT 降車砲とは、第一次世界大戦において、ドイツの飛行船及び爆撃機からのイギリス本土、防空、そして西部戦線での使用で主力となった降車砲である。また本砲は、第一次大戦時のイギリス海軍艦艇、そして第二次世界大戦時の潜水艦美砲としても一般的であった。名称の二0 c w t とは、 方針と褒美の合計重量に由来し、他の三ンチ法と呼称される法と区別するためのものである。本法以外にも三ンチ口径の校舎法が存在したにもかかわらず、第一次大戦期において、三ンチといえば本法のみを指す単語として用いられた。それがゆえに、多くの書き手は本法に言及する際に三ンチ校舎法の名称を用いる。 本法は1914年にイギリス陸軍省の指定に基づき戦前に開発されたビッカース射精 QF3 インチ艦砲を回収したものが原型である。この法は半自動射撃を可能にするために垂直左線式閉鎖器を導入した。砲身及び閉鎖器は砲の発射後に反動で後退し再び元の位置まで前進する。本法は この動作により閉鎖機を解放して空薬莢を排出し、撃発機をコックして装填の準備をすることが可能である。砲手が砲弾を再装填すると砲が閉鎖されて射撃する。初期の弾量12.5ポンド、初速2500フィート、秒の硫酸弾は砲身を過度に痛める原因となり、また飛翔時の安定性を欠いていた。1916年に導入された。 弾量16ポンド、初速2000フィート、秒の砲弾は弾道性が優れており、また流弾を使用するのにも適していた。マーク I は異なるライフリングを有する形式である。次のマーク I では、半自動機構は失われることとなった。1916年に登場したマーク III では、生産能力に合わせて二段階動作式の閉鎖機に戻ることとなった。そして、 マーク4では単一の方針と、ベリーム式閉鎖線及び、アズベリー式褒尾からなる一段階動作式の閉鎖機を有していた。1917年に出されたアメリカ陸軍の降車法に関する報告書では、本法の半自動式装填システムは工業各自の動作の混乱さゆえに停止してしまい、そして、ビッカース型の直線引き抜き式閉鎖システムに置き換えられたと書かれている。 このため、発射速度は、毎分22発から20発へと減少した。本校の参考文献の一つである、A History of the Royal Regiment of Artillery, アンチ、エアクラフトアーティレリー、1914から55の著者、NW ラウトレッジは16ポンド砲弾を使用する、際の発射速度は、毎分16から18発と推察している。これは、 実際に継続可能な有効発射速度を表している。四輪トレーラーに乗せられた本砲。左はビッカース製の標準算定器。1937年にオーストラリアで撮影。1930年代初頭、新型の干渉バネ付き四輪、トレーラー式砲床が導入され、第一次大戦時から使用され続けていた旧式の運搬車を置き換えていった。 同時に、新型の方針が使用されるようになり、また方の備品として、ビッカース射精ナンバーワン小純産定期が加わった。戦艦機には新たに8つの派生型が生まれた。1934年までにロッキングバー式の偏差、小準機はマグスリップ式受信ダイヤルに変えられた。これは小準算定期から入力された情報を受け取り、目標を追尾する代わりに、 各階層の情報を指示針に表示するものであった。ナンバーワン標準算定器は1937年以降、アメリカのスペリー社製 M3A3 高車電算機を元にしたナンバー2標準算定器によって保管されることとなった。これは、速度400マイル、時高度25000フィートで飛行する目標を追尾することが可能であった。 これら小巡算定規は共に高度所言を受け取るが、観測具としては主にバーストラウド射程 UB7 側延機が用いられた。本法は1938年以降、より優れた性能を有する QF3 点。海軍では1920年代に、破砲画に乗せられた QF4 インチマーク V 艦砲によって置き換えられた。本法を搭載した二輪の移動台車を牽引する。 デモンストレーションの様子。イギリスは第一次大戦に参戦した時点では、降射法を一問も有していなかった。大戦が始まって、ドイツがベルギーとフランスの北東部を占領すると、イギリス本土の重要な施設が空からの攻撃を受けるという事態が現実化することとなった。イギリス政府は、降射法として適する兵器を探し始めた。海軍は限定的な数、 おそらく18問の山陰地方を官邸から取り外して1914年12月までにイギリスの重要な施設の防空用に供給した。これらの山陰地方は校射砲として専用に改修された山陰地方が製造されて任務に就くまでの間運用され、法の捜査はイギリス海軍予備員の要員が行った。その後は王立要塞砲兵連隊が運用を行い、 運搬車の運転手や要員は陸軍市長隊から派遣された。本法以外の初期の校舎法で原有の QF13 ポンド法及び QF18 ポンド法を原型としたものは QF13 ポンド QCWT 校舎法を除いて校舎法として不適格であると判明した。しかし13ポンド QCWT 校舎法もいたかが不十分であり。 射撃にはかなり軽量の砲弾を使用していた。本砲は強力かつ安定した飛翔性能を有する16ポンド砲弾を使用し、非常に高い射光を持っていた。これらから高高度を飛行するツェッペリン飛行船や爆撃機からイギリス本土を防衛するのに適していた。16ポンド砲弾は水平線に対し25度の行角を与えて射撃した場合、 高度5000フィートに達するのに9.2秒を要した。同様に40度の角度で高度1万フィートに達するのに15.5秒。55度の角度で高度1万5000フィートに達するのに18.8秒を要する。これにより包帯は航空機の9から18秒後の未来位置を計算する必要があり、それに応じて偏差を決定して新間を正しく設定し、装填。 照準発射を行う。偏差核は、光学式の高度測定器及び測遠器を用いて、グラフと機械から計算される。これらの情報は2つの部分からなるウィルソン・ダルビー式、照準算定器に送られ、法に取り付けられた計器に、新艦の長さを表示した。本法は、第一次大戦期のイギリス及び、コモンウェルス諸国の関西法としても、 一般的な存在であった。画像は、巡洋戦艦、HMAS オーストラリアに搭載された、本砲、1918年12年打ち上げた砲弾を空中で炸裂させるために必要な、イギリスの次元進艦は、粉状薬が燃えるものであった。しかしながら、粉状薬の燃える割合は、気圧が減少するに従って変化してしまい、新たに、対空射撃を行う際に進艦が、 不均一であるという問題をもたらした。回収した新刊はやや均一な性能に近づいたものの問題が解決されたわけではなかった。ドイツが時計式の次元新刊を開発する一方でイギリスの対策は父として進まなかった。さらに実際の運用からタイマーが故障した場合に硫酸弾を炸裂させるのに用いられる次元新艦内の衝撃機構は砲弾が 有軍のいる地域や市民の近くに落下した際に危険だということで排出。榴弾を炸裂させるためには発火式の新艦を取り付けるための穴が必要であった。本砲の反動は比較的小さく、発射に伴う方針の交代距離は11インチであった。これにより、本砲は反動の大きな矢砲を原型とした13ポンド級 CWT 降射砲のような砲よりも高い。 発射速度を有することができた。抗体前進の作動期間が短ければ短いほど早く、装填し再発射ができる。1916年6月までに202問の本砲がイギリス本土防空のために展開した。この時点でイギリスが保有する後射砲の総数は371問であった。西部戦線に本砲が 初めて配備されたのは1916年11月であり、この年の終わりまでに91の班のうち10の班が本砲を装備した。校舎砲班は本砲2門を装備し、この編成は一般的なものとなった。第一次世界大戦の終結までにイギリス本土に配備された402門の校射砲のうち257門が本砲であり、 固定砲床や移動砲床に搭載されて、地上での任務についていた。また、西部戦線に配備されていた348門の降車砲のうち102門が、本砲であり、ピアレス4トン運搬車などの重運搬車に搭載されていた。さらに海軍でも多くの本砲が、艦艇に搭載されていた。下記の表は、第一次大戦期のイギリス製降車砲の性能を、 比較したものである。ケント州ヘイズコ古門に展開する第99校舎法連帯第303大隊。1940年5月撮影。1939年に第二次世界大戦が勃発した時点でイギリスはおよそ500門の本法を有していた。戦争初期、本法の多くは新型の3.7インチ校舎法に代替されるまでハニ任務についていた。 一部の砲は1942年にイギリス空軍連隊が編成されると同部隊に移管されてラー交射砲として飛行場の防衛任務に就いた。この任務はやがてボフォース 40mm 機関砲によって代替されていった。本砲の動員にあたり、ハー任務のために保管されていた233門がいくつかの部品、1939年12月には120門の 本砲がイギリス海外派遣軍と共にフランスに展開したが、これは新型の3.7インチ高射砲48門と比較された。1941年には100門の旧式化した本砲が3インチ 16CWT 対戦射砲として対戦射砲に転用された。これは弾量12.5ポンドの鉄鋼弾を発射するものであり、主として ドイツ軍のイギリス上陸に備えて、本土防衛用として配備された。潜水艦美法として、編集第二次世界大戦を通じて、本法は海軍の S 級潜水艦や U 級潜水艦、V 級潜水艦に搭載された。イギリスは冬戦争の期間中、1939年11月30日から1940年3月に、かけて24門の3インチ降車砲 マーク3と7機の M34 核機完成電算機をフィンランドに供給した。しかしながら到着が遅かったために冬戦争で使われることはなく1941年から1944年にかけての継続戦争で使用された。1948年に沈没したエジプト戦エル・アミール・フェアルック号に乗せられていたもの。不行機構が失われている。 参考画像、第二次中東戦争でエジプトから露客したもの。褒美の閉鎖ネジが失われている参考画像、ありがとうございます。